万福寺は埼玉県飯能市長田にある新義新言宗と与山派の寺院。三号は大黒山。陰号は観音院。高来三十三箇所、観音札所の十四番札所。万福寺とも表記される。本尊は聖観世音菩薩、か公司大国天、大小観起点。観音像は行基の作であると伝えられ、ここから観音院と呼ばれる。 大黒天は一般に長田の皇子様と呼ばれている。弘法大師が掘って安置したと伝えられ、ここから大黒山と豪された。弘法大師作の大黒天は現存しないが、江戸時代末期の新門辰五郎の来寺以降に安置されたものが伝わっている。反応郷土史によれば安政の遺物が多く、当時は江戸からも参詣人が来るほど信者が多かった。 大政喚起店は1978年時点の現住職が奉仕した。解散年代不明。戦国時代末期に清しが再興した。寛営4年の金の命に、千義氏が天文11年に再営したとあり、新編武蔵国風土機構の長田村の港に、中高解散の清しは天正年間に没したとある。 紀州根頃山成城金剛院の末寺であったが、元禄十年から江戸五国寺の末寺となった。慶安二年に観論同僚三国の主因を与えられた。江戸時代は白髭神社の別当を務めていた。新編武蔵国風土機構には、満腹時代国産と、コース、新義新言州、江戸後神松成りとある。武蔵国軍村市の永田村の港には、 満福寺東西三十一県南北三十五県面積千八十五坪ぼらの北方にあり、新義新言州東京五穀寺の真っパなり、天正二年層、清しいサイとある。明治九年の時点では、当時に公立小学校があった。本堂、栗、三門、首郎、石道郎。江戸時代中期の盆章があり、小類やアれみの霊に関わる民話が伝えられている。 埼玉宗教名鑑によれば、初講師大国祭、歓喜天炎日。反応師によれば、初講師祭、12年目ごとに御会長と、講師大国天祭が行われる。ありがとうございます。